年重高尾は日本の実業家、元サッカー選手及びサッカー指導者。高校時代は読売サッカークラブのユースに所属。1984年に東京大学へ入学し、在学中は足キ集休部に在籍した。1988年に東大教養学部を卒業して日本工業銀行に入校。その後、 コロンビア大学に留学して1994年6月に同大学経営大学院修士号を習得した。2001年9月、楽天に入社。2005年5月に執行役員、2007年3月に取締役、同年4月に常務執行役員、2008年1月にコンテンツ事業部長を歴任した。また、この間にショータイムの副社長や、 クリムゾンフットボールクラブに加盟するビッセル神戸の運営会社の取締役も務めた。2012年3月、楽天の取締役を退任した。現在は、フットボリスタなどを発行する出版会社のソルメディアの代表取締役を務めるほか、2013年度より母校の東京大学運動会屋敷集級部の監督に就任。2014年11月にシティフットボールグループ、 日本代表のマネージングディレクターに就任2015年1月に LBBRB 東京の理事に就任した。ありがとうございます。